请将亮度调到看不到他的双眼。他双眼在哪里？嗯，好，就预设的就好了。请选择你的音讯输出 3D 环绕音效，正常难度。日语武士电影，黑泽模式是啥鬼？黑白滤镜伴随着日语对话、欸。哦，黑白的、啊，这么酷哦、啊！这个中间还可以改吗？试一下黑泽模式啊。有一种老电影的感觉。魔国国が。CK 哦，没有看。先玩游戏。蒙古要来了。ただひたすらに暴虐だ。我が方は八十。無勢なれど、対馬の民を守らねばならない。今日、俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。よう恐れるな。飲み込まれるぞ。八十个壮士。ならわし。うん。打八百万蒙古大军。それが我らが道だ。我らこそ志摩の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ。一人处理一万个不难吧？三百壮士都成功了。よく聞け。腕に覚えのものあらばいでよ。なんだ、チムニだ。我的将军来了，郭靖。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。郭靖很凶哎。情け無用。さあ、かかれ！お、冲啊！あだちのぞの敵！正方形可以攻击。哦哦，我这是很强哎，一刀一个，呼呼。骑兵吊打步兵啊！骑兵倒了。进，追前来。大勢の仲間が。この命に代えても。
前進せねばなるまいぞ。攻撃しよう、志村殿。正方形可以攻击，叉叉可以跳跃。哦，好，没有问题。敵を逃してなるものか。者ども、続け。蒙古狗又来了，快砍！其实我也看不太出来哪个是敌人啊，全部都砍就对了。感谢台式鲜肉包，到底哪个是敌人啊？应该是敌人吧。这是敌人吗？哦，是敌人，啊，砍下去会喷血出来的，那就是敌人了。喂，喂，正方形按到底，先打打看就知道了啦。哦，这是敌人，这个也是敌人，这个也是，好像是敌人。哦，这是敌人。看起来挺轻松了，就是一直砍就 OK 了。哎，这个是敌人。哦，呀，你在震动哎，自己人是死光了是不是？只剩下我们了。残された道は一つ。敵将を見つけ出し。打ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。这样子轻松多了，至少我就不会砍错人了。いたぞ、あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。哇，直接偷敌人的主将耶。救命啊！时代变了，时代真的变了。不行，未来のいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。成吉思汗の日文真好。鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも、すべて打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。
舅舅也凉了。按下圈，站起来。按你饮食两次。被炸弹炸一下，再中几箭，这都能复活的。いかにしてここへ。这是哪里？好像来到了一个安全的村庄哎。略过。誰かが俺をかくまってくれた。その者がたちも。先寻找你的刀，切勿引起注意。这是什么？查看。哦。可以看到脚印哎，按 R2 开启。誰が歯を研いでおった？有人在这里磨刀。俺のよ。啊，这个有颜色的是长怎样？显示黑泽模式。关掉的话就会变成有颜色的，差不多，也其实也是黑黑的。嗯，外面好像有个人欸，嗯，有点危险，走前面好了，这里应该安全一点。这是要怎么出去啊？我没有按钮可以按呢。嗯？难道我的剑就在这里？这里应该有我的，有我的剑。在屋内搜寻你的武士刀。对啊，我的武士刀哦，在这里。壊れておる。だがあるだけありがたい。有一身装甲了。我的武士刀是在哪里啊？我没看到。外面的人好惨啊，你们坚持一下，等我找到我的刀。你们再撑一下，我的刀到底在哪里？啊？离开屋子，继续搜索。哦哦。要离开了，好，原来我的刀根本就不在屋子里。中に戻って、早く。傷はどう？走れそう？ああ、おそらくは。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。
哎呦，这个阿妈很会演呢。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ロジャー X、ロジャー X。おお。言うな。後にして。くそ、かがんで。阿三蹲伏。哦，这样。我、哦、蹲一下，蹲一下，小心，小心，小心！我被看见了吗？出了点意外，出了点意外。蹲起来，蹲起来。好，蹲好，蹲好。どうする？こっち。哇，有好多人被抓走了。助けようなんて思わないで。民の命が。女的也不放过呢。志村殿は行くそばにおられたか。地頭の。阿兔从下面爬过。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。我们家有权有势。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで。守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば、猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。啊，大家小声一点。这些都是蒙古人啊，很危险，很危险，切勿引起注意。啊！有人被杀了。这我帮不了啊，抱歉啊，兄弟。待て。騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。还有很多蒙古的士兵。殺されて通って。蒙古兵很强哎，又能骑马又可以射箭，哎呦，危险危险危险！よし。其实他好像也不太容易看到我，就算是站着，他好像。也不一定能够发现到我。站着走比较快了。哦，危险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 。我差点被发现了。马车。我们要躲在那个马车里面了。就现在。要上马车是不是？哦，小心小心小心！好，走屋顶。に登り、戦場を焦るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと？怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。只是跟他借一下那些食物嘛。食物吃完了，那刀就得还我们了。这什么？六个物资哎！持ち主はとっくに死んでる。哦哦哦哦，他家好多东西哦！看一下他家冰箱。
他这个东西直接都写说叫物资，哎，该不会是之后都拿这个当钱在用？怎么了？有人被发现了。哦，进来看看。切勿引起注意，你的武士刀就在这里。哇，买走武士刀的人已经上西天了。我が名は坂井陣。回来了。である志村殿の記憶回来了。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじ上。丹丹。そうか。不難。稽古の成果を見せてみろ。让你见识一下。はい、おじ上。正方形快速攻击。嘿嘿嘿。哎，重攻击，刺激，哎呦，舅舅不行了。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではそのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から。いかにして身を守る。我要诱敌出手。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って、人たちで倒します。这才是武士该做的。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。突破舅舅的防御，三角形连按，重击敌人。舅舅，我打死你！嘿嘿嘿，哈！嘿，哈嘿嘿。哦，我懂了，他就是有那个体力条啊，跟知良一样，敲一敲就可以了。よく防いだな。哎，罗万格打。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。我代表三个球。三个球应该是只可以，我可以补血三次。よし。よし，这是你的生命值，这是你的决意值。哦，击杀敌人就可以获得决意。では受け流しを教えよ。わしの動きを。招架之术。打ち込まれたらすかさず防げ。哦哦哦。自然に受け流すのだ。焦ってはならん。别防御的太早。打たれる刹那に受け流せ。就是被他捅的那一瞬间嘛。哎，罗万嘛。これが木刀でよかったな。恐れるでない。打たれる刹那を狙え。覚えが早いぞ。哦。哎呦，难道屁股不行吗？偏斜不太好偏呢。哎，我的屁股没有办法偏斜。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。
お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。おお、長枪をかわし、すかさず切り返して。チェンチェンじゃえろ。よし、その位置だ。おえや。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。はい、はい。がついたら打てるのだ。はっ、はっ。ついた後の隙を見逃すな。はい、はい、はぁ。いや、いや。どうだ。うん、懂了。不是应该要踩住那个长枪吗？ご指導、痛み入ります。正常来讲的话。さて、陣よ。わしと刀比べをする気はあるか？あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が優劣を決めるとする。では、タコにしましょう。ハハ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 ハ。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか？主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか？そうだ、簡単な。お前は形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。自分武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライ。有个长枪仔来，让我练刀的小兵。真正的刀了，拔刀！哈！嗨！嗨！啊！哎，不怕！哦，这下好了。哎！他以为自己很秋啊，解决了。补一下，补一下。需要更多的决意。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。哎呦，怎么每一家都有这个门啊？这个果冻到底是啥鬼？按圈圈是回避的游戏很少啊，我也不知道啊。圈圈很难按啊。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。我要先习惯一下用圈圈回避。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。お、安心的杀掉他们。道理に背くつもりはないぞ。我是不能这么卑鄙的。来い、鬼畜ども。来吧。将 L 推往敌人的方向进行斩击。哦。OK。呀！哈！这才是武士的荣耀。毛克人たちも取り返した。阿兹玛，感谢。我好像很能打，还有守卫，一个都别想走。
我的体力是无限的吗？哎哎哎，偏斜，再求啊。ありがとうございます。死拼刺。お侍は皆死んだと聞きましたが、どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。哦，开始结伴了，很好，有一个同伴了，他们就在前方，来吧，开打！哦哦哦！哇哦喂！哇哦！哎啊啊！哎！啊！出了点意外，出了点意外。不演了，不演了。哦，你竟然是个弓箭手啊！啊，我帮你拉一下仇恨。啊，带走！嘿，嘿，哈！有问题，三刀都能解决。前往马厩哦。蒙古的马看起来好强壮啊，选取马匹哦，马还可以自己选呢，我喜欢白马啊，这一只看起来帅多了。どうどう、似合ってる。名をつけねばな。他需要一个名字，那叫影好了。よう守る闇。来自地狱深处的黑马。影，我们走。风暴将至。金田子。哦，骑马竟然一下就到了，我看这个对马岛也不大。地頭は城の中だね。跟澎湖差不多大。与劫难一起接近城。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。把卫兵引走。大手門から入る。对，这样才对嘛。足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。我们要来一个闪电战，打他一个措手不及。对峙，接近敌方领地的时候可以挑战敌方进行对峙。什么意思？进行对峙，敌人接近你的时候按住三角形。哦。对峙。志村殿を返してもらうぞ。按住三角形。按住三角形，结束。哎，哪里？哎呦，哦，不是不是，出了点意外，出了点意外。哦，要先跟他讲完话，不是不是，他要先跟他讲完话。我们还没聊完，怎么可以出手呢？按住三角形，准备拔刀。啊！下面一位，原来是这个样子啊！
お、危険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 。おお、有点不太好砍呢，不太习惯那个节奏。やったね。そう申したで。没有只狼那种锵锵锵的感觉。この音の。但砍下去敌人是很扎实的。这个蒙古的兵器。嗨嗨啊！单刀就解决了。S T 等于64 J J， 我教你一个单挑必胜法。感谢又又55元，单挑必胜法。強いな、友よ。他是多能打，哎。Amazing！ 娜娜，我被打了！啊、哦，被砍到了！单挑必胜法就是多来几把刀嘛。感谢感谢 Donate， 我在前面签字，然后让这个女忍者射他就对了。这个箱子怎么拿不了？来射他！可以。蒙古的人还蛮多的哦。为什么他脸转那边？我要怎么把视角切过去啊？视角有点难切哦。有人跑出区域了。啊！哎，一刀带走。他没有那个一个按键，然后可以往那边看的那一种了。击败蒙古军，小心！哦，不怕不怕不怕，结束他的痛苦。哇哦！哇塞，你差点被捅死，下去。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。三角形重创敌人，斩杀。对，好像有三角形可以按哦。我懂了。三角形攻击，刺！等下等下。感谢66元。64F， 抱歉，刚坐歪了，是这样。等一下，等一下，我被打了。这样啊。哦，我被砍死了啦！哇哇哇 ！Amazing！ 两个都死了。哦，是要杀死地精啊！结束了痛苦，结束了痛苦。哦，就这样打哦，懂了懂了，我已经明白了。这边有一台车子，哎，哈，哎。闪避箭矢，射蒙古射手放箭之前会呼喊提醒其友军闪躲。哦，听到有人大叫，我们就要躲，是不是？滚！下去！厉
了结他头！我说，大圣，大圣，大圣！还敢在那边放冷箭呢、啊？死了吗？啊，死了。真不愧是武士啊，见死都能闪。我，武士的膝盖不太好啊。对峙。谁想先来？下去补血。下面一位，哈，重攻击，重攻击。我看重攻击按到底就对了。哎，哎呦，哎，出去吧！啊！重攻击，有时候速度不够，闪避剑死。哦，闪避！你完蛋了，秃刺！不怎么好闪的，这个图刺动作怎么那么大？还要先这样，然后这样，九头龙闪的。开始对峙，一群懦夫。那是什么来？把剑夹麦，拔刀。牙突，先解决一个，一个一个来吧。下面一位，你也给我下去。古天恒。真的开门出来了，大将亲自开门出来打。我は酒井陣、地頭である志村殿の甥だ。叔上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ。酒井陣、こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。陣、さあどうする、酒井陣。第一场 BOSS 战，射箭的准备一下。哇，他会踢人哎！我只敢見ておるぞ。重攻击，呀呀！諦めろ、酒井陣。黙れ、けどめ。牙突，哇！呜呼！呜呼！哇哦！やめよ。くだれ。いともたやすく平和が戻ると叔父に見せてやれ。有武士的荣耀。
たしても。ジン、天火山か。老爸竟然打出这种山贼啊！島中の者がお父上を弔いに来ております。回到過去了。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。やめとぼれ。助かった。坂井殿の息子とあらば、お前は我が。看来我们是有名的望族哎，领主大人的样子。领主大人竟然被山贼给杀死了。何よりも民を守られた。まことの者の不要。谢谢你，秃头。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。舅舅也想当家主啊。哦，还要下载什么？退出游戏仍会继续下载。哦，嗯，到后面还要继续下载东西啊。下载中，55分钟哎，怎么那么长？快点。下载内容，剩余55分钟哎，哦，好久哦。啊啊！对啊，他竟然会载到一半，而且速度为什么那么慢呢？嗯，先玩一下那个吧。